いや、ホワイトナイト夜空の彼方から、これクリスマスソングとしてね、はい、そうですね、作られたわけだ、はい、榎木千佳子さんっていう方が詩をね、うん、お友達の書いてくれて、うん、作ったわけですね、はい、これね、これなんかありやまわすか、思い出が。これもあれで、あの学園祭とかでやりましたね。あ、やった、うん、で、あの本当は歌詞はクリスマスの夜はみたいな歌ってたんですけど、うん、あ、夏だったからね。そうそう、であのクリスマス以外にもできるようにっつって、うん、そこの歌詞を変えて、真夏の野外だったからね。そうそうダメでしょうよ、それはそうね、これでいけんじゃねえかって、クリスマスって言ってないって、いけんじゃねえか、でもホワイトナイトって言ってる時点でもう冬じゃんみたいな確かにね、でもなんかクリスマスソングが自分たちにあるってのはいいよね。あ、そうですね、外人とか外国の音楽とかいっぱいあるじゃん、だいたいクリスマスアルバム、うんうんうん、なんかね、うん、あるといいよ ね、 そうですね、クリスマスはあれじゃないですか、いろんな思い出があるんじゃないですか。それもやめましょうダメでしょ、です、行きましょうか、撮ってます、あ、どうぞはくぎの粉雪が夜空の彼方から舞い降りてきて、地図にいない世界を白く染めた、この街が心灯す冷たい風に吹かれて、私の夢を信じて、果てしなく続くこの道を歩いて行こう、生きる喜び胸に響いてる、温かい私に触れて、今日君と出会えたことはいつまでも僕らの胸に